神父をトラーガンするドイツの神郎、これを現代日本人の感覚で言い換えたときに、ドイツ人の神父が神童にお姫様抱っこされているなどという言い回しになる。1954年製アメリカ映画、大アマゾンの半魚人の劇場公開時ポスター、お姫様抱っこ、お姫様抱っことは、日本語において、抱っこから派生した、抱きかかえること、抱きかかえられることの一形態を意味する。 比較的新しい言語表現の一つ。具体的には、抱き抱えられる側の人の体を横向きにしておき、抱き上げる側は脇を締めつつ、両腕を差し出して、対象者の上半身と下半身を、それぞれの腕で分担する形で支え持ち、腰を支点にして、自分の腹の位置まで抱え上げるというもの。人体の構造を考えれば、人類として無理のない持ち上げ方であるが、 言語表現としては新しい。20世紀の二次元的サブカルチャーにおいて、高貴な姫に等しい特別扱いを受けるヒロインが、ヒーローからも、悪役からもこの抱き方をされることが多かったため、憧れを願意してその名で呼ばれるようになった。少なくとも、大正時代には既存した横抱きが、類義語としてあるが、横抱きは、小脇に抱える所作を含んでいるため、お姫様だっこより抗義であり、 したがって、お姫様抱っこは、横抱きの回に分類されるべき形態と言える。なお、抱っこ及び、横抱きと違って、生まれの若い、お姫様抱っこという語は、日本語学者、米川昭彦が2003年に研究した時点で、まだ俗語の段階にある。外国語にはこの概念を表す語が存在しないため、例えば英語では、キャリング、エーパーソン・イン・ワンズ・アームズ以上に詳しく言い換えると、 なるとこ個人の考え次第という他になく、前置きも何もなくプリンセスを使えばその後が生じかねない。また、ブライダルキャリングという言い回しは、新婚夫婦に限定された抱き上げを指すことになるため、お姫様抱っこの訳語には当たらないが、結果的な類義ということにはなる。一般では、結婚式を終えて、ハネムーンに旅立つ振動が神父を抱きかかえて、 幸せをアピールするポーズとしても広く知られているが、もともとは古代ローマの風習で、新郎新婦が新居に入る際に、花嫁が入り口から屋内まで抱きかかえられたまま運ばれたことに由来する。これは、花嫁が入り口でつまずくことが強調であるとみなされたことにちなみ、こういった風習は、現代の洋風結婚式に継承され、これが日本にも伝わったものと解される。 持ち上げる際には、被運搬者が、運搬者の肩越しに腕を、首の後ろに回して、反対側の肩につかまり、運搬者側は、被運搬者の背面から腕を回して、胴体を支えるとともに、膝の下に差し入れた腕で足を支える。なおこの際、運搬者の腕は、水平から、やや前方の肩が持ち上がった状態となり、加えて立った時の重心はやや後方にずらす。 当然のことながら運搬者の腕力が非運搬者の重量より強くなければならない負担の大きい持ち上げ方である。なお、運搬者と非運搬者の体の密着度が高いほど安定性が増し、運搬者の負担は低くなる。2014年以降の日本では20歳代を中心とする若い女性の間で大相撲ファンが急増したが、この現象における相撲好き女子を略して、 数女といい、彼女たちは憧れの力士にお姫様抱っこをしてもらうことを夢に描いている。日本相撲協会が主催するお姫様抱っこイベントは通常人気に対応して生まれた。この運搬方法はロマンチックな側面だけではなく、介護の現場でも被介護者が入浴や要便の際や移動に際して車椅子に乗せ帰る場などでも見受けられる。 しかしこの運搬方法は、持ち上げる際に、運搬される側の相手が健康であれば、腕の力の他にも、腹筋や背筋、脚力を使って運搬者に飛びついて、運びやすいよう協力できるものの、高齢者や病人の場合には、こういった協力が難しいこともあり、寝床から持ち上げる際には、運搬者側の腰に負担がかかる。ある程度慣れたものであれば、重心移動も、 スムーズにでき、腕力もつくが、慣れないうちは腰を痛めたり、要介護者が投げ出されたりといった事故も懸念される。こと家庭内で、高齢者が高齢者を介護する、老老介護では、こういった問題から、十分な看護ができず、床ずれを起こしたり、介護者が腰を痛めて、要介護者になってしまったりという問題も見られる。この点で、介護者の力仕事を機械的にサポートしようという、 アプローチもあり、家庭内で簡易ホイストを利用したり、あるいはパワーアシストスーツを利用したりロボットに代行させるといった模索も見られる。なお応急処置などの範疇では、負傷者や失神者を一人で運搬する方法はいくつかの様式があるが、安定性の良くないお姫様抱っこで運搬することは、むしろ稀で、いわゆるファイヤーマンズキャリーと呼ばれる方法がよく知られているが、 応急的なものでは、危険から、いち早く移動させるため、足は引きずるような運搬法も見られる。123451959年公開のアメリカ映画、プランキューフロムアウタースペースの一シーン。気絶した美女が、アンデッド化した、検査官に抱きかかえられている。かつてのパルプマガジンや B 級映画では、人間の悪役や人ならざる者に拉致される、ヒロイン、あるいは、 ヒーローに救出されたヒロインの定型化した抱き抱かかえられ方であった。右側の画像で言えば2はヒーローに救出されたヒロイン3.45は人ならざる者に拉致されるヒロインである。1は特殊なケースで巨人女が地球人男性を抱きかかえている。このような抱きかかえ方の代表例としては1954年公開のアメリカ映画 大アマゾンの半魚人を挙げることができ、映画秘宝のアートディレクターである高橋よしきはこの点に着目し、お姫様抱っこを半魚人持ちと言い換えることを2002年3月26日に提唱した。リチャード・ギアの出世作となった1982年公開のアメリカ映画、愛と青春の旅立ちではヒーローとヒロインによる非常にロマンチックなお姫様だ、こと。 そこからのキスシーンが映像化されて、話題を呼んだ。日本において、ギャルゲーなどオタク文化の範疇では2000年代、あたりより、恋愛フラグの一種としても扱われるようになってきた、ため、お姫様に限らず、女性全般を抱きかかえて持ち上げることを、お姫様抱っことして扱う傾向も見られる。お姫様抱っこは、持ち上げる側が貧弱では心をもとなく、 身体的接触に拒否感のない相手同士でないと安定性が悪く危険であるという事情もあって上に挙げた恋愛フラグ上では持ち上げる側のたくましさのアピールであると同時に抱きかかえられる側もまんざらではないという意味づけが見られるこれらではストーリー上怪我をした場合や気絶した場合の運搬方法などで登場するが前述したように長距離の運搬には向かず 一時的に持ち上げるための抱きかかえ方であるため、平均的体格の者同士の条件下ではあくまでもフィクションの延長的なものであると言えよう。ありがとうございます。